あと16本しかないの。あと51杯です。え、これ入れたら、これ入れたら。すごい。マジで取れてる。でも全部、全部これ入れて、これだけ食べたらもう頑張れるっていう状態にして、食べたら、もうなんかいいじゃん。そう思いすればどうしようって言こっちにあるもんで、あと残り43杯です。このあと残り15分の大人たちがざわむけ出してる、まあ、先週は懸賞金を入れましたと、うん、はい、今回は新記録とつながろう。いや見てよ、もう今日の私の髪型もうやる気満々よ。もうおでかけでやる気満々のやつなんですね、それはね、はい、はい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 、まあ、やる気満々のモコさんもいらっしゃるということで、はいはい、いろんな記録を塗り替えて新記録を出したいなという新たなシリーズ企画、はい、シリーズ企画なの。そうだよそうだよそうだよ、だからシリーズいいじゃん、新記録だよ。体張っていきましょうよ。じゃあ張ってこ、そして記念すべき一発目となるのは今回新記録挑むのこちらでございます。岩手名物わんこそばでございます。わんわんでございますよ。いいね、はい、私初めてなんだけど。俺もなんですよ。超楽しみじゃない。そうで、いつかやってみたい、食べてみたいっていうふうに思ってたんですけど、うん、はい、つい先日、先月か、うん、先月新宿の歌舞伎町にオープンしたばかりの、はい、セルフで楽しめる日本初の回転わんこそば店、はい、アミューズメントわんこそばくるくるわんこさんの新記録に挑戦していきたいと思います。いや、めちゃめちゃ店内綺麗よ。いや、しかもこのくるくるの装置をこういう形で使うっていう発想が、うん、そうだよね。いやいや、もうすごいよ。だからもう社長さんはきっともう歴戦の起業家さんで、もうめちゃめちゃもうなんだろう、もう威風堂々みたいな。そこそこ、この後ろの絵をこういう絵にする人ですから。あれ多分、そろりそろりってきそうじゃない。そろりそろり、そろりわんこそばを食べれ。犬連れながらそろりそろり、はい、その店長さんも来てくださってるんですね。あ、来てくださってるんですね。はい、ちょっとお呼びしましょう。はい、店長さん。店長さん、あれ、ご来店ありがとうございます。あれあれ、バカ若いじゃないですか。若いし。ありがとうございます。おいくつですか。いくつですか。私30になります。じゃあ年上でございました。嘘、店長さん若いっすね。ありがとうございます。マジっすか。もっとなんか本当にね、割とご年配のね、あの着物着てる人が来るわけですから、そろりそろりしながら。いや、そうですか。そうなんです。なんでこの回転わんこそばっていうのをやろうと思ったんですか。はい、今都内でわんこそばが楽しめるお店がなくて。ない、はい、そうなんですよ。で、都内で気軽にそのわんこそばっていう楽しい文化を、はい、体験できるような場所を作りたいなと思って、うんうんうん、このお店を作りました。ありがとう。もともとわんこそばがお好きだったんですか。わんこそばは、そうでもないんですけど。そうなんです。犬と猫どっちが好きですか。猫です。あ、猫なの。モコさん、余計なこと聞かないでダメよ。猫なんだ、猫派だった。わんこそばって結構その今自己ベストっていうお言葉ありましたけど、やっぱりこう数字が出てくるじゃないですか、はい、結構その、平均的なところが気になるなと。そ そうですね、平均だと女性は60杯から80杯そう、行くんです、うん、で男性が、100杯から120杯ほどが。そんな感じなんだ。やはり男性も100杯狙う方が多いですね。だからパッと見あそこぐらいのお椀の数が空くってことですよね、はい、そうですね。これぐらい食べていただくと平均ぐらいかなと。うわー、マジっすか。挑戦したの。ゴーくんが70杯、うん、ゴーくん、あれゴーくん食べ盛りじゃないの。ゴーくんどうな、ちょっと失敗しました。失敗したんだ。失敗したんだ。で、高田さんが100杯。ああ、そうなんだ。平均ぐらいの。そうですね。普通やな。ね、5分ぐらい下ぶれるか上ぶれるかしろ。中途半端だね。確かに。中途半端に。中途半端な。ね。じゃあ、この店の最高記録とはって200杯ぐらいですかね。今こちらにあるんですが、317杯です。それは違うじゃん。これは3人でとかってことですよね。これは、1人でした。しかも通常コースの40分のコースで、はい、しかも女性の方が達成されました。317杯って何人前ぐらいなんですか。2.3 キロぐらいで、2.3 キロ、そうですね、だいたい15人前。あ、でもな、時間も余
40分しかないから。そうですね、時間との勝負でもありつつ糸の勝負っていう。糸の勝負、本当に静かにして本当に分かりました、今消化させてんの、ね、私。いやそうですね、もう頭もやし、ま、もうこう回して回して、なんとかなんとかもう体の中の栄養分取り去って、これで取り返すっていうね。取り返す、でもちょっと待って、超えたいよね、やっぱ心境を見なさいね。そうです、うん、ぜひやらせていただきます。今回もしお二人のうち一人でも新記録達成することができたら、はいはい、番組からこちら差し上げます。いやいや、子供銀行ですこれは。さすがに本物の賞金100万円です。待って、ちょっと触る、触るだけですか。触るだけ、触るだけだから。ゆきち、触るだけ、触るだけ。本物は、いやー、お金の匂いだね。僕が返しておきますからね。え、待って、ちょっとね、本物、え、待って、これ本物100万だよね。本物ですよ。いや、すごいな。すいません、もう返してください。いや、強め。でも今日はね、権利が強いからね、100万持ってる側の人たちですから。権利くるよ。はい、100万、100万ですよ、うん、これは大金ですよ。大金、もう一般人でも僕らでも喉から手が出るほど欲しいもの。何に使いますか。え、取っ払いですか。取っ払いで、取っ払いでいいの。そんな現実的なこと聞かないでいいの。夢の話をしましょうよ。何に使いますか。あ、何から、はい、私考えたんですけど、はい、ワンコ、はい、うちの娘が今、はいはいはい、めちゃめちゃ犬を欲しがってんね、じゃあワンコそばでゲットした、はい、100万円でワンコを買おうかなって今。あ、いいっすね。よくない、ワンコ。え、ちなみにおすすめのワンコとかってありますか。おすすめのワンコ、はい、やっぱワンコのお店の店長なんで。そうですね、コーギーが好きです。あ、そうですか。可愛いっすね、プリプリしててね。うちの娘シロってつけるって言うんだけど、私本当ワンコってつけようかな。ワンコーって、ワンコでゲットしたんだ、ワンコ。せめてそばにしませんか。これちょっと、これ配置変えてもいいですか。配置変えてもいい。え、だってこれこぼしちゃうと。すいません、店長こだわりの配置ちょっと変えさせてもらいます。あれ、これ何ですか。これはつゆを捨てる容器です。なるほど、なるほど。つゆ捨て、はい、はい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 。そうか、飲まない方がいいんですもんね。そうですね。よし、うわ、無事。よし、いいですか。はい、はい、それでは準備大丈夫ですか。ちょっと待って、私最初に、はい、バーって入れる作戦でいく。はいはいはい。え、これ店長さんどうやって入ればいいの。 こうやって。ボコさん、ボコさん、そのたんびに俺らの腕減ってますよ。あ、待って、大丈夫、自分行く。はい、行きますよ。一気にこれって入れればいいのね。オッケー、行きますよ。よーい、スタート。残っとる。このぐらいでいこうかな。じゃあ、いきます、いきます。あ、そういう感じなんですか、うん、いっぱいずつじゃないの。YouTube で見られるのはここまで。本編を全部見たい方はこのボタンをここでアップしてね。もうアベマプレミアムなら僕たちの限定トークも声優と YOASOBI の全シリーズも全部見ることができますんで、みんなも一緒に夜遊びしよう。